います。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ。今週のゲストは広島県福山市光源寺副住職村上大教さんです。トークの後は音の巡礼コーナー、全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本昇慶の北条庵よりお送りします。おはようございます。おはようございます。いやー、ちょっと、あんまり聞かれたことのない質問だったんで、なんか昨日は随分。はい。はい。語っていただきましたね。はい、一人語りをしてしまいました。うん、いや、もう相談寺の、にハマってしまいましたね。つい。リスナーの方も喜んでいただけたんじゃないかと。いやー。じゃあちょっと聞き返しちゃいますけど、はい、こう大教さんの仏感はどんな感じなんですか？はい、ああ、仏感、仏ってそうですね、なんか私の感覚で私の寺のご本尊弘法大師なんですよ。弘法大師がご本尊で。お大師様がご本尊。それ珍しいですよね。はい、多分あんまり聞かないなと思います。そんないないんですよね、全国的にも。北海道には結構多いんですけれど。あはは、は時代の明治とか、開拓期に増えたということもあって、北海道は多いんですけども、はい、京都、奈良とか、まあ数件あるような。で、弘法大師がご本尊なので、なんか、まあ、こういう言い方すると語弊がありますが、近所のおじちゃんというかですね、親しい、こう、親戚のおじちゃんというようなイメージがあって。おうおう、まあ、実在の人ですからね。実在の人ですし、うん、で、こう、まあ、ですけど、まあ、人間として見てるわけではなく、南無大師、遍照金剛とお唱えするわけですけど、うん、その遍照金剛っていうのは、まあ、密教でいう大日如来という中心仏ですね。この大日如来を遍照金剛とも言うので、こう、弘法大師様とこの大日如来というものを一体化して考えていて、で、すごく身近すぎてですね、私、高野山、いわゆる和歌山県の真言宗の高野山の、うん、弘法大師様にお会いしに行ったのって21になって初めてだったんですね。修行が終わってから、うん、でその時に感じたのが、あ、普段自分がお寺で拝んで手合わせているお大師様と高野山にいらっしゃるお大師様はもう全く一緒だったなというのを感じた時に、こうなんかまあ、どこどこの仏様に会いに行くとかあるじゃないですか。はい。どこどこの薬師さんにとか、阿弥陀様にとか。うん。こう、まあ、本当にこう、永遠不変の、存在的な弘法大師様というものに、助けられてるというか、命を支えてもらってるというか、自分のアイデンティティというものの、ベースを作ってもいただいているし、まあ、真言宗の修行方法自体を、まあ、日本に伝えてくださってますから、真言宗特にこの法律の法と書いて法、ダルマ、拝み方であるとか、教え、この法をすごく大事にするので、こう、法を伝えてくれて、一人一人にこう歴史とかドラマ、人生、命をかけてとかいうのがあって、その法を伝えてくださった方としてのこうリスペクトであったりとか、そういうのがまずありますね。で、真言宗の修行してますから、仏を自分の内側に見出す、うん、ここが非常に大事なところなので、
自分の内側にある仏と、実際に活動している仏を浄土にいる仏として見るんですけれど、うん、まあそれ以外に仏像としての仏様、自分の内側にある仏様と浄土に いて活動して我々に対して救済を説いている仏様と仏像として現れている仏様、この三つのお姿っていうのを、まあ、仏の三つの体、身体の身と書いて三人と言うんですが、うん、この三人の仏っていうのを、まあ、細かく感じていく中で、どの仏を見てるかでちょっと感覚が違うんですね。まあ、自分の内側にある仏を見出していく中で、実際に活動している仏に対しては、こう、すごく頭を低頭下げる思いでありますし、自分の内側の仏で言うと、もっとこう、自己肯定感のような、そういう形で仏を見ていく、まあ、雰囲気があるので、なんかこう、遠くにいる仏と、自分の内側にある、すごく近くにある仏と、そういう見え方がしてるのと、一週間断食して、お水だけで、寝ずにごまを炊く修行したときにですね。おー、あれは、国蔵愚問寺法とかそういうやつですか？それとまた違う。これはですね、真言宗では国蔵愚問寺法って言われ、おっしゃった愚問寺法と、八千枚ごまと言って、八千枚の木を炊いていくごまが、二大難行、難しい行、はい、二大難行と言われてるんですが、この中の八千枚ごまのちょっと延長線上のようなところに、七日間ごまと言って、これが、真言宗の醍醐寺にはそういう修行が伝わってるんだと先輩に教わってですね。小八千枚ごまっていうのは不動明様を本尊にして拝む修行なんですが、この七日間ごまは何でも仏様立てていいので、うん、私は随愚菩薩と言って、求めに従うと書いて、従う求めと書いて随愚ですね、うん。求めに従って願いを叶えてくださる随愚菩薩という仏様がいらっしゃって、まあ、有名なとこでは清水寺、京都の清水寺の体内巡りって言って、暗いところ行きますよね、はい。あそこにいらっしゃいます。あの随愚菩薩様を本尊として、この仏様は罪を滅するのがもうすごいんだと言われていて、うん、いわゆるカルマ、罪を滅する仏。はい、うん、この業を清めることによって悩みとか苦しみの原因がなくなっていってっていう仏様なので、まあ、この仏様を本尊に一週間寝ずにお水だけで、ごまをとにかく火を絶やさないですね。うん。一日40回か45回ぐらいごまを炊くんですね。うん。確か。うん。で、一週間ですから、単純に280から300。300とかですね。うん。そういう修行をしたときにですね、さすがにこれは3日目ぐらいに、死んじゃうんじゃないから大丈夫かなとか心配になったんですよ。うん、で、その時に、あの、牛蜜時って言ったら2時頃、はい、人間の、こう、抵抗力が下がる時間なんです、ですね、うん、あの時間って。なので、もう本当に体が動かなくて、10センチ、20センチ、こう、手を動かすのに、すごく時間がかかって、これは、あと4日間できるのかなと。で、3日目にすごく不安になって、4日目の夜が怖かったんですね。うん。で、4日目の夜が訪れるのは怖くって、そういうことも思いながら、4日目の夜、その時に弘法大師様が、いわゆる神秘体験ですけど、うん。現れて、目の前にこう、ありありと見た時に、ああ自分は仏様とかお大師様信じてると言いながら、自分の不安ばっかり見てて、自分のことばっかり見てて仏様の方も全然見てなかったなって、もう心の底からこう思ったというか気づいたというか反省をしたというか、
そのお姿が現れた瞬間にそれを思い至った時に、あ、自分の仏様感というか、いうのがちょっとしっかりと見えた瞬間でもあったんですね。つまりは、自分のね、昨日おっしゃられたベクトル、正慶さん言われたベクトルのように、どこ見てるのか。で、ちゃんとそのベクトルがあった瞬間に、自分にとっての仏感が こう見えてきた。支えているものであり、一体化しているものであり、目指しているものであり、そういう仏感ですね。なんか、まとまった話になったかわかりませんが。はい。三尋はい。という、こう、仏の、こう、いろいろな形というか、はい。現れ方があり、まあ、それはこう、理論としてあるけれども、まあ、そうした、こう、体験を通じて、それがこう、なんでしょう。体で分かったような感覚なんですかね。体験大事ですよね。うん。なんかこう、臨床仏教史という、まあ、世の中臨床宗教史、臨床仏教史、はい。いわゆる海外で言うとチャプレン。そうですね。ね。まあ、病院だとか消防署だとか警察署とか、はい。教まあ。会とか寺院ではなくて、そういう場所にいら、いる宗教者はい。アメリカなんかだと、ですね。まあ、そういう、まあ、制度というか、もう確立されていて、まあ、宗教者って言っても、まあ、仏教よりはキリスト教の方が多いんでしょうけれども、まあ、そういう、でも仏教のお坊さんもいますね。そういう方が、病院であったり、まあ、軍であったり、まあ、そういうとこにこう、まあ、刑務所とかもそうですけど、こう、いるということですね。その中の臨床仏教師という資格を、まあもう返納してしまっているんですけれども、これ、初めに150人とかもっといたと思うんですけど、2年半ぐらいかけて資格を取得するんですけど、最終、私第1期生だったんですけど、6人しか合格しなくて、すごい厳しいですね。むちゃくちゃ厳しくって、なんか、初めね、70何人になって40人とかなって、いや、さすがにここから落ちないんだろうと思ったら、8人になって、いや、もう落ちないんだろうと思ったら、またダメだったりして、すごい資格だったなと思うんですけども、でもその、まあ、いろんな現場で話を聞く、傾聴、話を聞く資格として、試験を受けていく中で、自分が仏教に救われた経験、これの有無をすごく大事にしてたんですね。で、仏教に救われてない人がどうやって仏教にの救いを提供するのかって、それは当たり前のことなんですけど、なんかこの自分にとっての仏教観とか、安心、救済、仏様観、これすごく大事なポイントだなとは感じてるんですね。それが、こう、しっかりと、まあ、定まってくる中で、こう、他者との出会い方とかもやっぱり変わってくるんですかね。まあ、つまり、こう、三尋という発想の中で、私の中にいる仏様というが、こう、本当にこう、多分、概念じゃなくて、本当にいるなっていう感覚が出てきてくるということは、どんな人の中にも仏様を見出していくことにもなるのかななんていうふうに思ったんですけど。そうですね。みんな仏の性とか書いて仏性を持っているって言いますよね。発想宗はね、こう、ちょっと違うところもあるんですけど、
まあ、天台宗、華厳宗、真言宗なんかは、まあ、みんな紛れもなく悟りを得る仏になる仏性を必ず持っていて、どんな人も。そういう尊さを持っている。そこは、やっぱり大きな、感覚で持ってますね。あらゆる人の中に自分と同じ尊さ、また仏と悟った、ブッダと同じ悟った仏と同じ尊さを持っている。ね、そういう、元より悟ると書いて本学、そうですね。本学思想、ね。本学思想というのがありますが、それはすごく大きくありますね。しかし、その、まあこう、ね、あらゆる人の中に、まあもうちょっと言えば一切衆生の中に、こう、はい、仏性が、仏性があるんだっていう、言葉で言うのはこう、まあそうなのかな、簡単かもしれませんけど、はい、本当にそれをこう日常生活の中で見出していくっていうのは、これまあ、いや、その話をこう聞いてるときには、ああ、そうだな、なんてことを思ったりもするわけですけど、はい、本当、こう、目を離すと、自分の心の目を離すと、その隙になんかもう、あいつはダメだとか、はい。なんかそんなようなことをね、ねえ、思っちゃいますね。でも、それが結局、相手も自分も迷わしてるだよねっていうのが、いわゆる弘法大師の教えなので、結構私は納得してるところがありますね。悪いところをもう浮き彫りにするよりも、その人の本当の可能性を信じて見ていく。そこにフォーカスしていく。それの尊さっていうものは大事に感じてます。ありがとうございます。はい。いつもテンプルモーニングラジオを応援してくださりありがとうございます。番組を継続支援してくださる TMR サポーターを募集しています。詳しくはテンプルモーニングラジオ公式ホームページ radio.templemorning.com ドネーションのページをご覧ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ、いってらっしゃい。三内四四一言即位供養一切三世仏王家教中上十一切三宝来東道場知見昇乱御褒美の樹妙法蓮華経上本
尿税我門一時仏寿王者定義釈戦中響く数万二千人区会南田竜王、釈迦羅竜王、
釈迦流を、アッタ流を、マナシ流を、ウハラ流を、と書くよ、若干約千件属し、金ならを、宝金ならを、明宝金ならを、大宝金ならを、四宝金ならを、書くよ、若干百千件属し、剣罰馬を、学剣罰馬を、学音剣罰馬を、未剣罰馬を、罰馬を書くよ、若干百千件属アシュラオバジアシュラオアシュラオビマシッタラアシュラオラゴアシュラオ書くよ若干百千件属しカルラオ大毒カルラオ大神カルラオクラオジョイカルラオ書くよ若干百千件属位大啓示アジャセオよ若干百千件属クライブ即大くは三謀伏して召喚を垂れたまえ、死以来、今日ないし人未来祭あるいは地となりあるいは他となり作るところの、前言皆ことごとく真如実際にエコース願わくは一切主上、未だ苦を離れざる者は、願わくは苦を離れしめん、未だ楽を得ざる者には楽を得せしめん、未だ菩提心を発さざる者には願わくは菩提心を発さしめん。未だ善を主し、悪を断でざる者には願わくは善を主し、悪を断でしめん。未だ成仏せざる者をば願わくは早く成仏せしめん。また願わくは臨終少年にして直ちに霊山浄土に至り釈迦牟尼如来に面伏し、妙法を長寿し速やかに菩提を彰し広く、主生を利せんたとい悪業をあって悪道に出すべきも願わくは三宝五年の妙法力をもってのゆえに、上業もまたよく転じて長く三泣八難の報いを離れ、長く邪見不信方々の身を受けず常に仏法の中において症状に発信し、常に大善知識に応て大乗の経を聞き、大乗の義を思い、大乗の行をし、法華三昧を聖徳し、十方法界に妙法を具足し、広く仏事をなさん願わくは四音三ぬ法界の主乗。もしは真、もしは恩、無縁無縁平等に訓備し、共に様や会に行って、同じく平等大家に帰せん。願わくはこの功徳をもって、あまねく一切に及ぼし、我らと主生と皆共に仏道を成全。南無妙法蓮華経。主生無辺誓願道、煩悩無臭誓願談。
訪問無人誓願地、仏道無常誓願場、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経。このポッドキャストはノートマガジン松本昇恵の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。